ます。最近は毎回になってきましたが、今回もバイノーラル録音でお送りしています。はい、ということで、今回でマインクラフトもパート20ということで、まあ、やっとかな、やっと20回目になりました。でですね、もともとはですね、この、はい、ということでですね、今日はまあパート20ということもあって、ちょっとその、最近ね、ちょっと力を注いでいた、レールの方もちょっと、まあ、鉄道みたいな感じかな。その辺もちょっとね、紹介しようと思うんですが、せっかくね、こう影も取り入れた綺麗な風景なので、その辺を皆さんと一緒に、見ながら、ちょっと今日は原点回帰じゃないですが、のんびり、まあ、探索というか、ここから、元の拠点まで戻っていこうかなと思ってます。はい、ということで、では空から、戻っていきましょう。ジャンプ。はい、こんな感じですね。モードを変えるとね、こう紙視点というか空を飛ぶことができるので、ちょっと今日は特別に、これで綺麗な街並みとかね、今まで作ったものとかちょっと、見ていこうかなと思います。はい、こちらが達也の新しい村の予定地くらいかな。まだ村とは呼べないような気もしますが、でこちらに、宮殿を建てたいなと、思ってます。すごい広い砂漠なので、ちょっとね、まだどこに建てるかわかんないんですが、ここになんかあるね。なんだろう、あれなんなんだろう、あれ祠みたいなのあるね。じゃあ、拠点の方に戻っていきたいと思います。少し上から行きましょうか。ちょっとね、でも方角が分からなくなりそうな気がする。だいたいこっちだと思うんですけど、まだ世界が生成されてないですね。のんびりね、行きましょう。綺麗ですね。なんかすごい穴というか、なんか崖みたいになってるところがありますね。気になるな、なんかあそこね、なんかクレーターみたいになってるよね。あ、豚さんの姿が見えます。はい、いい感じで日も沈んできました。はい、あ、鳥さんも豚さんもいっぱいいらっしゃいますね、この辺ね。よいしょ。この辺はちょっと高いところなので雪が積もってますね。見えてきました。こちらが秋予定でございます。いや、いいですね。ちょっと今端っこに映っちゃいましたが、後で見せることにしましょう。まずは秋予定からご覧いただきましょう。こちらが夜の秋予定でございます。いや、立派です。
ですね。いいですね、この感じ。夜の淡い光が、いい感じですね。ほら、夜になってきました。すごいいいですね。ここ住みたいですよね。もうちょっとじゃあ近づいてみましょう。じゃん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 。はい、こういった作りになっております。いや、立派ですね。いい感じです。まあちょっとね、敵さんが敵さんがちょっと見えますが、中にね、クモさんがいるのがちょっとね、僕的には今ちょっと残念ポイントなんですけれども、いやでも素晴らしいですね。はい、でですね、方角的にはこちらが、スライムトラップタワーの場所ですね。こちらですね。はい、こちらの地下がですね、はい、ということでこういう施設になっていてですね、スライムさんが落ちてきて、スライムがスライムボールが拾えるというところですね。今ちょっとスライムさん見当たらないですが、ちょっとね、時間を置けば湧いてきたりします。それでは最初の拠点の方に戻りたいと思います。ちょっとね、まだ見られたくないものがあるので、こちらから遠回りしていきたいと思います。こちらはね、まだ そんなに何も開拓してないというか、何もしてないところなので結構暗いですね。はい、こちらが拠点の裏の、植林場ですね。こちらにアキオさんが作った ASMR の、ハリウッドみたいなやつがあります。はい、こちらがダコツヤですね。夜のダコツヤでございます。いや、いい感じですね。非常に綺麗です。若干羊さんとか牛さんが減ったような気はしますが、気のせいかな。最近ね、このダコツヤには僕しか来てないですからね、ちょっと体調とね、村長にもね、なんかやってとは言ってるんですけどね。いやいや、いい感じですね。こちらもこちらね、アキオさんが作った橋がありますね。あちら僕が作った船着き場ですね。はい、じゃ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 ん。はい、来ました。はい、これがね、最初のところです。ダコツヤの拠点でございます。はい、ということで、一回ここでちょっと寝てですね、最近ちょっと力を入れて作った鉄道レールをですね、見ていただきたいなと思います。それでは一旦おやすみなさい。はい、ということでですね、早速電車、鉄道、レール、なんて呼ぼうかな、なんか名前決まんないな。まあいいか、僕が作ったやつを見てください。ちょっと頑張って作りました。はい、見えてきましたね。てかこれまだ見せてないよね、多分。
先日あの駅を見せたと思うんですけど、その地下からこう上がってきて、こういった感じで、鉄道がですね通っております。これものすごい時間かかりました。結構大変でした。何回死んだか分かりません。本当命がけで作りました。はい、こういった感じですね。こんなところも、通っております。でですね、今はやっと、ここまで来てですね、こっからちょっとまた中くり抜いてですね、上の秋尾邸まで、秋尾邸近くまでですね、通したいなと思っています。はい、こんな感じでねなっております。ちょっといい感じで夕方になってきたので、夕方夜もちょっとね見てみたいなと思います。沈んでまいりました。秋尾邸もですねいい感じで、またねいい感じの雰囲気を醸し出してきましたね。これどんどん日が沈んでですね、僕の、線路もね、線路の柱のところにちょっとだけ松明をつけたので、それがいい感じでぼんやり光ってくれるんじゃないかなと思います。あ、いい感じになってきました。はい、夜がやってまいりました。いや、いい感じ。僕もこんな風に見たことなかったからちょっと嬉しいですね。頑張って通したので非常にいい感じじゃないかなと、自画自賛しようかな。ね、いい感じだよね。夜のこの鉄道乗ってみようか一回ね。よし、それではダコツヤ駅の方にですね